この作品は我が国のモータースポーツレース界に突如出現した大型新人中島悟のヨーロッパ選手権に挑む4ヶ月間の苦闘の記録である。中島悟25歳、昨年 F2 全日本チャンピオンシップレースシリーズでベテラン星野高橋邦光に続き3位と彗星のごとくデビューした若き英雄である。そして今中島は日本で一番速い男と言われる星野一義の所属するヒーローズレーシングのナンバー2ドライバーとして日本のビッグレースを総なめにしトップクラスのドライバーの仲間入りをしようと目論んでいる。中島自身、こんなに早く有名ドライバーの人たちと一緒に走れるなんてまるで夢みたいだと彼は語っている。山梨信介、我が国のビッグイベントで星野中島が乗り常に炎症回路を走るノバ 532B の国産マシンの製作者である。山梨は長いプロのコンストラクターの経験から自分の作った国産マシンに日本人ドライバーを乗せてヨーロッパのレースに挑み優勝することが大きな夢であり目標である。この山梨の野望にぴったりのドライバーが出現、それが中島である。ここから山梨車島のヨーロッパ遠征計画は大きくそのステップを踏み出した。5月3日 JAF グランプリで予選3位の中島は山梨の期待通り走りに走り星野に続き総合2位で入賞、また初めてビッグタイトルを手中に収めた。中島は大きく頭角を現したのだ。これは実力でありましたよ。というわけで実力、2人ともやっぱヨーロッパ行かれるっていうのは、例えば星野さんの場合は勝ってみたいというと、やりたいなと思うのは夢だったのですからね。中島君はちょっとニュアンス違うでしょ。まあある意味での修行というか勉強というかそんな気分でいるんですけども、かなりセッターレースだっていうんでそういうものでちょっと練習してみたいんですけど。星野さんからご覧の中島君の走りってのはどうですか。はい、あんまり褒めてそれ気になっちゃっていけないんで、とにかくなんていうのかな、もう中島君の時代はやっぱ来るね。そして続く鈴鹿 F2 チャンピオンシップレース第2戦の予選で両雄星野を抜き初のポールポジションを獲得した中島に F2 初優勝への期待がかかる。
で中島悟のプロフィールを少し紹介しよう。昭和28年2月23日愛知県岡崎市で生まれ、16歳からゴーカートレースに出場、数多くのタイトルを得、18歳から四輪レース界にデビュー、ツーリングカー、スポーツカーなどにプライベートで出場、好成績を残し着実に足場を固めていた。しかしその後23歳まで長いスランプが続き、中島にとっては最悪な時期である。そして77年は中島にとって最高の年になる。全日本 FJ 選手権で7戦7勝、全レースポールポジション並びに F2 選手権ナンバー3に輝き、78年、現在に至るわけ。まあこうしてみると中島も決して彗星のごとくデビューした新人ではなかった。16歳からレースを始め、すでに10年の歳月が過ぎているのだ。レースは星野と激戦の末、見事 F2 初優勝を得。中島、現在までのレース生活でこのレースの勝利が一番嬉しかったと語っている。続く富士グランドチャンピオンレース、もう中島は胸を張った一発のトップドライバーである。そして彼にとって GC シリーズのスポーツカーのドライブは初めての経験であり、思うようにタイムを上げることができず悩んだ。しかしルーキー中島は予選3位のタイムでスタート。レースは雨である。ベテラン星野はさすがに速い。とかく雨のレースは事故が多い、危険である。直線事故である。藤田清水のマシンが絡み合いスピン、2台のマシンは大破。中島は無事事故を避ける。そしてレースは再スタート。その時柳田の車に激突、一瞬の出来事であった。レースは星野の優勝で終わった。しかし自信のついてきた中島にとって
この事故は今後のレース活動に良い教訓になるであろう。そしていよいよヨーロッパ出発前の最後の国内レースである。中島はルノ・マルチン出場、中島のライバルは星野、そしてヨーロッパ F2 のトップドライバーマーク・ズラーである。心臓太いと思うの。だからヨーロッパ行っても気負けしないでね、どん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 突っ込んでね、相手にやられる前にやれっていうような感じのレースで行ってもいいんじゃないかなと思うね。ニコニコルのスピンに佐々木が失職、あわや大事故。ドライバーは無事であったが、時速250キロ以上のスピードで競う F2 レースはほんの少々の予断も許せない。勝てるとかそういうのはちょっとなんとも言えないですね。まあ国内と全然全く違いますからね。台数が多くてモナコなんかでそう100台近く出ますしね。それでまあ25台ぐらいしか全然通らないし、もうしっちゃかめっちゃかです。まあいい攻め行くと思いますね。勝てる勝てないはちょっと小台長分かんないですね。そうですね、中島君がね、ヨーロッパ行くって聞いたとき、大変喜んだですよね。やはり日本人がね、ヨーロッパ行ってやらないとダメですよね。ここね、1年ぐらいね、とても早くなりましたよね。だから、2年前のね、中島君だら、ちょっと、とてもまだというようなところだったんですけどね、意外にこんなに早くなるとは考えなかったね。古いマシンで予選4位の中島はトップ争いを展開する星野ズラーの後方でチャンスを狙う。激しいデッドヒートでズラーに接触した星野はリタイア。中島はズラーに続いて2位に入賞。ヨーロッパ遠征の中島にとっては幸先の一手足である。I think it will be very good. For Japanese. It's very difficult because they don't know all circuit in Europe, and it's very difficult in Europe to race them. ノバガレージでは出発前の最後のマシーンのチェックが行われている。このノバ513を山梨はまるで我が子をいたわるかのごとく偏見に余念がない。いや絶対乗れないってば。混戦になると絶対ダメって。こんなんじゃもうちょっと待って、この野郎この野郎体動かない。その立った位置をどこに来るかな。俺は絶対10秒配分から行って前行かなきゃいけないと思うな。精一杯やってもらいたいですね。体がね悪くちゃまあねかわいそうだからね。健康な体で、ね、精一杯やってできれば優勝してきてもらいたい。まあ精神誠意もう全力を尽くしてやってくればね、もう負けても勝ってももうどちらでもいいんですわ。はい、去年おととしですか、中島悟という、まあ、非常に素質のある若いドライバーと出会いまして、
私が持ってた夢みたいなものが彼と一緒にやったらというふうな決意のようなものに変わってまいりまして、自分の力を 100% 出せるように頑張ってとにかく力いっぱい走るだけです。乾杯。乾杯。中島にとって海外遠征は3度目の経験であるが、ヨーロッパの F3 レースはもちろん初の挑戦だが、日本では上のクラス F2 に乗っているんだ。自信はある。しかし彼は語る。世界最高の F1 ドライバーになるには、この競争率の一番高い F3 を経て好成績を残し、初めて数千人に一人の割で F1 レーサーが生まれるんだ。中島にとってもちろん目標は F1 である。日本人初の F1 ドライバーの切符を手に入れるためには、 F1 の登竜門である F3 を完全に自分のものにすることだ。過去日本人ドライバーも何人か挑み、成果は得られなかった。星野も F2 に挑戦したがトラブルで泣いた。俺は何が何でも頑張る。そうしてブランズハッチへと胸を張って旅立った。英国のモータースポーツ熱は日本の野球以上で、この英国グランプリ F1 選手権には10万人以上の観客が集まる。中島の出場する前座 F3 レースには世界各国から60台が参加。なんと予選で30台が落ちるという厳しいレースである。 F3 レースに出場する全マシンのエンジンは 2000cc 市販2バルブレシプロエンジンである。そして今や国産トヨタ 2TG エンジンをイタリアノバがチューンナップしたものが F3 界の 80% を占め上昇している。その他トライアンフ、ルノー、フォードなどのエンジンは非常に少ないというのが現状である。懸命になって予選を走った。しかしおかしい、なかなかいいタイムが出ない。ギアレシオの違いか、コースに慣れないためか、いろいろ悩んだ。20代そこそこの若いドライバーたちがこぞって中島よりタイムがいい。チコセラ、デリック・ワーフィー、ネルソン・ピケ、去
本王は中島より1秒以上早いタイムを出している。結果は27位であった。よし、決勝レースを見てろ。あんな若造には負けないぞ。中島君のところが大事だっけ、これ27?30 大丈夫。27これね、28、23、ここまでなんだ。あ、3台がリザーブだからいいんだ。あ、そっか、3台リザーブだから。あ、そういうことだよ。あここのとこ日本人がね活躍してないんで、彼ぐらいしか今のとこね、こっち来て頑張りそうなのいないんで、頑張ってもらいたいけど、最初から一発目からインターナショナルレースってのはちょっと辛かったんじゃないかな。だからそ、まあ予選通っただけでもめっけもんと。だからある意味じゃ全くここへ来れば初心者になっちゃうわけだから、まあいい経験ってはいい経験だけど、これを早くね乗り越えてもらわないと。直線 400m も走ったであろうか。トップグループのピケ、ワーイ、クチコの激しい第一コーナーでイン争い。スタートに遅れたピケが強引にインをつき、他者と接触。後続の車が次々と激突、ぶつかる、当たる。中島も一瞬宙を舞う。無事であろうか。大変な大事故である。中島は自力で脱出、無事であった。Check the tape. Can you come outside the barrier, please? Walk on the other side of the track. We're going on the other side. ポールポジションのネルソン・ピケが第一コーナーでスピン。そのためトップグループにいた各社はそれを避けようとし、次々に19台がクラッシュするという大事故になった。27位からスタートした中島は、あとよく十数台を抜き、セカンドグループまで進出したが、このクラッシュを避けきれず、宙を舞う。車は大破。だが、中島は無傷で守備よく車から脱出。また、この大事故にもかかわらず、奇跡的にもドライバーは全員無事であった。いや俺スタートした瞬間、あ、いいとこ入るかと思ったんだよ。よし、このままの方向で行けと思ったんだね。よく見えなかったの前がね。で急に一瞬明るくなったわけよ。明るくなったっていうのはさ、前がビャーっとなったからみんな一瞬避けようと思ったわけね。ね、その黄色いの、それ黄色いのが俺にもパッと目に入ったわけよ。こうなってんのが、で一瞬パッとこうなってビューッとなったんだけどさ、こいつがこっちこうなったからさ、こいつがこう来たわけね。でうわーって思ったけど、もう行っとこねえからですね。あとはもうどうあるか。そしたら飛び越えちゃったからよかったわけよ、集団を4台ぐらいの。あれさ、あの中や逆らま落ちたら俺どうなってるか分かんないね。ちょっと
レースに出場できなかった中島を尻目に残りのマシンでレースが始められた。皮肉なもので事故の原因を作ったトップグループの連中はスペアマシーンで再出場。激しいデッドヒートの末シコセラーが優勝する。食うか食われるかの争いである。下にめり込んじゃった。そうじゃないか。いや、タイヤに乗ったの前の右のやつが、うん、で、こうになってね、うん、で最初ゴールバーグゴールバーグずっと滑ってなんか1台車乗り越えたの乗り越えたよ、あれでよかったんだけど、あの上を越ったらやばいわ。中島はもどかしさでいっぱいだった。しかし事故の原因は自分にはないんだ。忘れよう。自分の最高目標である F1 レースの観戦。F1 レースについて少々説明をしよう。各国のレーサーが F3、F2 等の戦歴を経て2、30名というほんの一握りの仲間入りをするのである。今年の F1 レースは1月15日のアルゼンチングランプリでスタート。全16戦の激しい戦いが繰り広げられ、各レースの優勝者は9点、2位は6点、3位は4点という具合に点数を競い、最高得点を得た者が輝かしいワールドチャンピオンの座を獲得する。もし一度でもチャンピオンになれば一生の生活を保障されると言われるほど、この F1 レースに出場することは世界中のドライバーにとって夢なのである。この激烈な F1 の戦いを目の当たりに見た中島の胸中に去来する者は一体何であったろうか。そしてレースは現在 F1 チャンピオンシップのトップに立っているマリオ・アンドレッティがエンジントラブルでリタイア。予選6位のロイテマンがこのレースの栄冠を勝ち取った。もしもし、今日車チェックしたんだけども、シャーシーも完全に作り直さなきゃダメ。
ただエンジンミッション OK なんで、なんとか作り直していこうと思う。中島の方もね、体大丈夫だし、やる気十分だし、このままじゃ帰れないって言ってるから、こっちも車直して頑張るつもり。思いがけない事故に巻き込まれた中島山梨は、一度はこの計画を諦めたが、山梨の熱意と中島の情熱で再度レースに挑戦することを決定だ。それと結局ね、昨日全部パーツのね、部屋に住んでたんですから、別にいろいろ回らなくていいわけで、明日はもう彼に約束しちゃったんだけど、ここ10人出てマーチに行きたいから。純国産のこのマシンをこのイギリスでどのように復元するか、長い戦いが始まった。今日あたり日本から電話なかったな。デカの宮坂、ユラも再度レースに出場できるようマシンの復元に精魂を傾けた。部品の調達、板金、溶接、何でも行った。こんな形になるなんて思わなかった。でもガレージのトニーおじさん、 F1 シャドウの工場の協力がなかったらこんなに早く復元できなかったんですよ、と山梨は語る。約4週間、長い時であったが、みんな真っ黒になって頑張った。そして車は完全に真新しいニューマシンに生まれ変わったのだ。ただ嬉しかった。我々の宿舎シルバーストーン村の人々もマシーンの完成と我々の今後の活躍をみんなが喜んで祝福してくれた。長い4週間が過ぎた。待ちに待ったレースの日である。
中島の心は湧いた。今日こそ俺腕を奴らに見せてやる。そして中島は真新しい車をあと2レースのためにと大事に走った。タイムは順調に上がっていった。突然事故である。誰だ。現在 F3 チャンピオン街道を行くトップグループのチコセラーだ。中島4週間前の自分の時の事故を思い浮かび、予選5位、よしこれならいけるぞ。5番6番が一緒なんだよ、タイム。あ、そうか。これがどうすんの。Well, I think it's good. I think it's good because if it brings foreign competitors over, I think it's good for the sport. You know, I've had a look at the car and the car is quite good, isn't it? And the time you've done here, have you been testing?Yes, I mean the car is going very well, especially since he had a big shunt as well. I mean, to go back and go quick again is quite a good achievement. いよいよスタート。上位入賞は確実。山梨宮坂由良みんな希望を持った。どうした中島。スタートで大きく遅れた。トラブルが発生である。ピットイン。原因は燃料系統のトラブルである。このマロリーパークでのレースは F3 チャンピオンシップのトップを行くデリック・ワーウィックの頭上に輝いたのである。ともすればみんな黙りがちになる中で、中島は努めて明るく振る舞っていた。さあ次のレースだと山梨はそんな中島を見て力強く言った。
なんで俺はこんなに月がないんだろう。よし、次のドニントンで頑張る。ヨーロッパ選手権のかかったレースである。中島は予選でできるだけの力を振り絞る。無残にもまたエンジンストップである。予選失格。もう誰も中島を慰めようとしなかった。中島もそれが彼らのせめてもの思いやりであることを知っていた。そしてレースは無情にもスタートである。中島にとってレースに出場できないことはイギリスに来て初めての経験である。優勝はまたもデリック・ワーウィックであった。中島にとってイギリス最後のシルバーストーンでのレースである。また強敵ワーウィック、ピケが出場している。予選は13位である。よし、このレースだけは入賞できなくても完走しよう。中島はそう思っていた。スタート。集団グループである。よし、最後まで壊れるな。走れ走れ。自動車レースの本場イギリスに渡って苦闘の2ヶ月、初めてのチェッカーである。14位であった。そしてレースはネルソン・ピケの勝利で幕が閉じられた。中島の胸の中にはすでに、よし、来年も再度挑戦だ、その時は絶対に優勝してやるぞという思いがよぎった。Oh,
サトルへ。君は素晴らしい選手だ。イギリスでのレースは君の実力ではないんだ。ただついていなかっただけだ。自信を持て。誰だって月のない時はある。今回の君の F3 への挑戦は失敗だったかもしれないが、この教訓を今後に生かすのだ。そして日本人として初めての F1 ドライバーの座を目指すんだ。世界の中島になってくれ。羽ばたけ、悟る。